湧いてくる。この話は人から聞いた話。自衛隊を辞めるとき、場所にもよるけども、僧や師が足りないと辞めるまでに雑務をやらされるんだ。その時、同じ部屋になったやつから聞いた話になる。そいつ、辞める前にあった演習で穴を掘って防御をやる訓練をしていて、班で必要な数を夏の暑い中、えっちらおっちらと掘っていた。穴を掘ったその夜に想定された敵の攻撃を待ち構えるために夜通しで穴に入って警戒をする。自衛隊にいたことある人だと想像しやすいと思う。それで穴掘りに慣れていない新米だとし、昼間から日が落ちるまで一気に掘るからヘトヘトになりながら警戒任務をするものだからぼーっとしがちになるわけだ。たまに教官が、居眠りしてる奴はいねえが、とやってくるのも怖いけど、それより前に、演習場自体がちょっと曰くつきで、まあ自衛隊の基地や駐屯地、演習場に限らず、公共施設って曰くつきなところ自体多い中でも、そこの演習場は自殺の名所だとか、近くに謎の慰霊碑があるだの、お化けが出る区画があるだの、と、いろいろな話があった。そいつがそんな演習場で警戒していると、なんとなく変なものが見えたような気がしてくることもあったらしい。けど、問題だったのは、深夜になってシーンとなった時に、足をつかまれる感覚があったこと。穴ってそこまで広くなくて、かがんで頭を抱えるとほぼぎゅうぎゅう詰めになる一人用の穴だったんだけど、足をつかまれるっていうのがおかしかった。塹壕足になったのかなと心配になったそいつは下を向くとなんか違和感があった。手榴弾を蹴り入れる横穴からニュッと何か出ているように見えたんだと。それでかがんで見てみると、その手榴弾を入れる小さな穴から、ニュッと手が生えていたらしい。自衛隊には、演習場に謎の仏さんが出た話とか、大社が曰くつきで何か出る話とか、割とある話だけども、実際目にすると固まるようで、数秒は状況を飲み込めずに冷や汗をかきながら、硬直したんだそうだ。それで、もしかしたらご遺体を引き当てたんじゃないかと確認しようとしたら、人の声が足元から聞こえてくる。それで穴の最下層を見てみると、ボコ、ボコ、ボコ、と人の顔が湧いて出てきている。男も女も、いろいろな顔、顔、顔。しかも、足を掴んでいる腕の先が、ずる、ずる、と出始めてきていたのだとか。それで、あ、これまずいやつだ、となって、足を掴んでいる腕を振り払って、死ぬほど急いで穴から抜け出したんだとか。本人曰く、ギリギリの理性で絶叫しなかったことだけは自分を褒めてやりたい、だとか。叫んでいたら別のリアルな鬼、教官を呼んでしまっていたから。それでそいつが教官に、出た、出た、出ましたと報告したのだけども、教官は何言ってんだという顔で話を一通り聞いてくれたそうだ。それで、お前な、仕事中だぞ。わかった、俺が確認してやるからお前、気が済んだら任務に戻れ。と言って、一緒に確認してくれたそうだ。そして教官が例の穴に入って点検してから少し黙って、ドンと穴を踏みしめてから、笑顔でそいつに言ったらしい。別に何もいねえぞ。と。それからそいつはビクビクしながら演習を終えて、帰ってからもともと参ってたメンタルがさらに参って、辞表提出という流れだったとか。そういう自衛隊であったらしい。どこかはいろいろ問題あるし、特定されたくないから、ぼかすけど。